今回、ちょっと大事なお知らせがあるから、動画を撮ってます。僕が YouTube を始めたのが、2014年の12月で、まあ、当時はまだ中学生だったね。その時に、マイクラでの意味がわかると怖い話をアップして、で、それが伸びたきっかけで、この約9年間、動画を投稿し続けてたんだよね。まあ、動画を作る上で、まあ、黒歴史もたくさん作ったし、急上昇にも乗って学校の友達にもバレたし、なんなら YouTube のアカウント乗っ取られてアカウント一回消えたし、まあ、本当にいろんなことがあった。だからかな。まあ、そんな時ね、僕の動画を見てくれている君は、ずっと僕のそばにいた。動画を上げたらたくさんコメント残してくれるし、普段活動してるツイキャスとか、まあ、たまにやってる YouTube ライブにもね、来てくれてたよね。でも、さよなら。僕はもう、ゆっくり実況とかのイミコア動画とかをあげないことにする。僕は今後、今までのような動画を作りません。それは本当にごめんなさい。本当に、今まで楽しみにしていた君には本当申し訳ない。この青髪のね、髪の毛の僕もいなくなります。はい。すべて消えます。まあ、せめてね、青とっていう名前のやつがいたなっていうことだけは、まあ覚えていてほしいな。まあなんでこんなことになったかというと、まあその、なんていうか、僕、その、僕は、歌い手グループ、ドールズレクイエムに入りません！イエーイ！ちょ、見てよ、この美人、めっちゃ良くない？あ、自己紹介まだだったね。どうも、ドルレク黄色のピエロ担当、青戸だよ。君の笑顔は、僕が作るね。ということで、今回僕はね、新人歌い手グループ、ドールズレクイエムのメンバーとして、僕は活動していくことになりました！あ、安心して。ゆっくりのイミコワの投稿はなくなっちゃうんだけど、まあ僕とか、まあドルレクの他のメンバーとか誘ってイミコワ作ったり、それぞれの種族を生かしたマイクラでの面白い茶番劇とか、まあ、そういうのをどんどん投稿していこうかなって思うから、絶対後悔させない。しかも歌い手グループだから、僕の歌ってみたとかもたくさん上がっちゃったり。ということで、今後の僕の活動およびドールズレクイエム、ドルレクの活動も応援してね。グループのチャンネルやツイッターは概要欄とコメントにも貼っておくから、ぜひチェックしてみてね。ではまたこの会場でお会いしましょう。まったねー。心配させてごめんね。